どうもこんにちは、即可塾の久保です。今回の情報はですね、一般公開いたしません。メールマガジンをご覧の皆様、そして即可塾にご参加中の皆様にしか、今回の動画をご覧いただくことができないようになっております。なぜなら、ちょっと金額がでかいからなんですよね。なんと、10万円キャッシュバックこれはなかなかないですよ。10万円キャッシュバックですよ。しかも、この10万円キャッシュバック、いや、本当にね、使えるんですよ。で、今回ね、この案件、 どういうふうな経路を使っていくかと言いますと順番にお話ししますけども多少ややこしさを感じるかもしれませんなんせ10万ですからねただしまともに10万円稼ぐよりはむっちゃくちゃゃく簡単でです、ね、今までは3,000とか5,000とか1万円っていうのを紹介しました結構簡単だったでしょし、ね、まいには住宅展示場に行って1軒8,000円もらえるやつで1箇所で8軒回れるから6万4,000円みたいなのねあれも簡単だったでしょ で今回はそれを超える金額、10万円ですからね。ちょっとめんどくさいことは確保しておいてください。それではメモを読みながら説明いたします。えっ、ー、とね、こういうふうに前置きで書いてますね。最近のキャッシュバックキャンペーンは、還元上限が500ポイントとか1000ポイントと、しょぼいものが全くう出てきてまして、まあ、一気に10万円ってのはなかなかないでしょうと。と今回は10万円を持ってきました。さあ、じゃあ最初から紹介しますけども、今回ね、AC マスターカードの Google Pay 第2弾キャンンペーンってやつなんですよこれ動画概要欄にまずはこの Google Pay 第2弾キャンペーンの URL を貼っときますんで一応これ覚えておいてくださいえ手順ですけども Google Pay に AC マスターカードを設定してクイックペイで利用した金額の20%をキャッシュバックするってやつです20%がキャッシュバックされるこれがだから10万円になるよってことなんですよ実は前回ね あのアップル Pay 第2弾キャンペーンっていうのがあったんですけどもこれも紹介しましたあの限られた方にでこれはね終わっちゃったんですよだからアップル Pay から今度 GooglePay ググに変わってきたってことなんですよねでアップル Pay の時は終了前に還元上限に達,し達,何達成しそうなのでもうすぐ終了しますっていうねそういうふうなメッセージがありましたけどもそれから終了ってことになったでしょで今回は GooglePay ググなんですけども今のところねもうすぐ終わりますよっていうふうな予告がないんでまだまだ使えると思います ですんで余裕を持って取り組んでいただきたいと思いますけども、あの、さすがに予算使い切ったらね、終わっちゃうよってことになりますから、まぁ、あ、ちょっとだけ急いでくださいね。慌てず急いで正確にってやつです。さあ、そしてね、20%のキャッシュバックで最大10万円がバックされるってことなんで、つまり、50万円分の買い物をして、で、10万円のバックを得ましょうってことなんですよ。でも、いきなり50万円分の買い物って考えつかないでしょ。だから、だからなんですよ。今回この情報を見ていただきたいのは。 50万円分の買い物をするって言ったってね、50万円分の買い物がほぼ50万円で買い取ってもらえるもの、換金性の高いものにすればいいってことなんで、今日はその一例も紹介しますね。はい、そして50万円分の買い物をすると、10万円が今度はキャッシュバック現金できますんで、手元には60万円が返ってくるってことになります。そこで使った50万円を補填すれば、10万円が残るって計算になるでしょ で、換金率の高い商品は何なんやどれを50万円分買えやって話なんですけども、例えば、任天堂のスイッチ、プレイステーションファイブ5などのゲーム機を買うと簡単に終わっちゃいます。ね。それを買ったところ、こう、買い取り店の方に持っていくと、まあ、ほぼね、買い値で引き取ってくれるっていう形になります。じゃあ、どこで買い取ってもらえばいいんでしょうかってことですけども、これも今回お伝えしておきます。それは、モバイル一万です。 モバイル一万っていう買い取り店の URL 下に付けときますんで、ここで買い取ってもらえば、まあ高い換金率で取ってくれますよ。例えばね、2023年5月20日時点での交換比率を紹介します。え、Nintendo Switch、ネオンブルー、レオンレッド、定価37,978円ですけども、これがほぼ定価の通りに買い取り価格37,800円。だから、100円ぐらいしか、 さやが抜かれてないんですよ、ね、だから買った値段とほぼほぼ一緒でしょいいでしょこれで、うん、それからあとニンテンドースイッチこれも同じくね、あのー、あ別の色でもホワイトでも3万7978円のものが3万7800円で買い取ってもらえたということでございます、えー、それからねニンテンドースイッチの「ゼルダの伝説エディション」っていうのがあるらしいですね私ゲームは全く分かんないんですけど こちらの方は38,978円で購入するんですけども、買い取り価格はちょっと上に上がって39,800円です。まあほぼイコールですよね。それから Nintendo Switch Pro コントローラーゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム・エディション。こちらはコントローラーですけども、8,228円で売ってるんですが、それを買ってきて、さっきのね、モバイル一番に転売しても、 8500円で買い取ってくれるんで、ちょっと儲かるという話でございます。ということなんでね、あの、一発で済ませたい方は、有機 EL モデルのゼルダの伝説エディションが一番いいんで、これを複数買えば、50万円分がすぐ行くんじゃないかなと思います。えー、ということでね、あの、モバイル一番に売るということを前提に、買い取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。 これによって50万円の買い物ができて、ほぼ50万円は買い取りで50万円の現金が入ってくるんで、買い物した時の50万円相殺。そしてキャッシュバックの10万円を待てばいいってことになるでしょこの情報なかなかないと思いますよ。はい。で、モバイル一番はスマホの買い取りもしてますんで、iPhone のような換金率の高い商品をナンバーポータビリティで安く買えればもっと儲けが出るってことなんで、前回紹介しましたよね。Y モバイルで、あの、2万円キャッシュバックキャンペーンね。こちらの方は、 y イモバイルを契約に行って、高そうなスマホを買ってきてね。で、1週間ぐらい経ったらすぐに解約して、で、2万円だけもらって、解約した時のスマホを売りに出すみたいなことも、ちょっと小技としては思いつきますね。まあ、あとはそれぞれ計算してみてください。で、AC マスターカードは消費者金融のアトコモが出しているクレジットカードなので、まあ、大体リボ専用カードになってるんですよね。 でこちらは毎月21から翌月 6, 6日までに、えー、振り込み返済することでリボ手数料がかからないってことなんで、えー、この期間に払うようにしたらいいんじゃないかなっていう風なね入れ順もありますまたキャッシュバックは8月末なんですけどもだから今が6月5月が終わろうとしてますんで3ヶ月ぐらい待っていただけばいいかなっていうところですね ですが、7月末の時点でキャッシュバックする講座が未登録の人は対象外となりますので、キャッシュバック講座はもうね、すぐに入れちゃっておいてくださいね。忘れないようにしてください。えー、マイページからあ、もしくはアプリからすぐ登録できるということです。はい、以上のような形でね、えー、AC、マスターカードを使ってア、アクモ系らしいですけどね、こちらの方を使って50万円の買い物をして、そして50万円分は中華一番に売って、あとはキャッシュバックキャンペーンを待つということで、よろしいんじゃないかなと思います。 さあこれによってあなたは一発で10万稼いじゃってくださいねちょっとややこしいでしょややこしいけども10万ですからね面倒くさいけど10万円欲しい人ねでも10万円稼ごうと思ったら1週間日当1万でも稼ぎませんよどっちが簡単だと思いますかどっちが、ね、こういうふうに労働と対価っていうのは全て相対関係にありますからより簡単で儲かる方を求めるのはみんな一緒だと思うんですよでもね今回の話もややこしいだったら肉体労働するわって方もいるんですよ まあそれはそれでしょうがないと思いますね。はい、ということで今回は以上でございます。下の URL はチェックお忘れなくありがとうございました。